わあ、変わってた。ローデ画面が変わっとる。いや、いや、今日は俺はね、楽しくするんだ。泣かないって決めたから。うん。楽しくさせるって決めたから。おはよう。早いね。うん。おはよう。満足しよう。おはよう。おはよう。おはよう。起きてそう。起きてるっぽいね。大丈夫。うん。今日も頑張れよ。あ、シルさん、ん、なんか一言くれ。絶対笑わせろ。任せろ。いつも通り、うん、いつも通り笑わせろ。ちょっとさ、緊張してる。大丈夫、お前は面白い。ほんと、まあ面白いし、ちゃんと髭も剃ってるな。髭剃ってるよ。なんかついてない？大丈夫？あ、ほっぺに鼻くそついてる。お、最悪やんけ、お前。最悪やんけ。一番最悪やん。え、白井さんは、うん、どうしたの？なんか考えてんの？そうだね、考えてるよ。考えてるか。今日で最後か。そうだね。そんな感じしねえな、なんか。そうだね、なんか実感湧かないや。湧かないよね。うん。本当に最後なんかな？最後だよ。最後か。いつもだったら最後じゃないんじゃねとか言おうと思ったけど、今日は最後だから。そうだね、悔い残すな。うん。安城はデートに何用意してんのかなと思って。デート？うん、何も用意してない。だって物より気持ちでしょ。おー、もう行き当たりばったりで行く感じね。うん、もうなんとかなる。安城なる。日本には、うん、俺が送るから。うんうんうん。それまでそら遊ぶんだ。うん、いいこと。分かった。これが一番空気うまいから。確かに、間違いない。安全に日本まで送り届けます。ああ、頼んだよ。任せとけ。この日のために一番高い飛行機買ったからさ。一番高い飛行機っていくら？16億。高っ。そんな売ってんの？売ってるよ。高っ。これがね、ずっとケチだった理由でもある。そうだったのか。うん、ちゃんとケチなのには理由があったんだ。そうだよ。ただただケチで主戦度なんだけじゃなくて、ちゃんと理由があったんだ。うん。ただクソケチで貯金が趣味…あ、危ない危ない、やめて。ああ、ごめん。何の日だと思ってんだ今日。ごめん、今なんか何か血がつくだろうが。おはよう、なのだ。おはよう。おはよう。行ってこい。行ってくるわ。うん。うん。ゆきんこってさ、みんなにあんまりバレない方がいい？何が？今日、遊ぶこと？普通にいつもきっちゃんといたから何も思わんと思うのだ。あ、じゃあバレても平気？うん。なんで隠すの？いいんだ。いや、ゆきんこ親じゃなければ。無線…なんで嫌なの？俺嫌じゃないよ。なんで嫌なの？あ、じゃあ無線切って嫌じゃないのね。うん、無線切るよ。アンチョデートするんで無線切ります。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。行ってきます。え、そういう…うん、もうさ、隠すとめんどくさいからさ、全部言うようにしたの。お前どの口が言ってるのだ。何？どうしたの？いや、お前どの口が言ってんのだって言ってんのだ。いや違うよ、いろいろ経験を経て、うん、でなんかいろいろ隠してたんだけどさ、なんか隠すとめんどくさいのよ、いろいろぐちゃぐちゃになって。うん、だからもういいやと思って隠さないで。いや、学べなのだ、ダークヒーローの時点で。え、隠すと面倒になることはダークヒーローの時点で学べなのだ。ほうほう。もしもし。はい、もしもしなんだ。もしもし、白井です。あ、お疲れ様なのだ。お疲れ。今日、うん、日本に帰るでしょ？あ、うん、そうなん
なんだ。日本に行く飛行機俺用意したからさ。え？だから今日全部いろいろ終わったら俺に連絡してくれ。お、分かったのだ、うん、え？すごいのだ。送ってくれるってこと？日本まで送るよ。ありがとう。うん、このロスサントスで一番ヘリうまいからさ。まあ、うん、飛行機も似たようなもんだから。ありがとうなんだ。うん、じゃあまた帰るとき連絡するのだ。うん、だから今日は一日めちゃめちゃ楽しんでくれ。うん、ありがとう。うん、じゃあね。じゃあねなんだ。うん。どうしたの？犬が飛行機。犬が飛行機だったん？うん。犬が飛行機だったんか？犬が飛行機になってくれるんだって。よかったな。おい！泣いてないだろうな。泣いてないのだ。今日は楽しむんだからさ。喉にホコリ入って咳込んだんかい？喉にホコリ入って咳込むことある？うん。あ、そっか。あるのだ。あるね。そうだね。これ。何？任せてほしい。これ、違うよ。これ、あれだよ。ここ空いてないから、うん、ここ入るんだけど、ここ寒いから。いや任せてほしい。普通に。全然。大丈夫なのこれ。全然寒くないから大丈夫。雪の日に。全然寒くないから大丈夫。うん、全然大丈夫。苦しいなの。オッケー。結局。結局びしょのようなの。てってれてってってってれてってってスワンボート。すごい。スワンボートだよのび太くん。あれ僕こっち。気まず。おい気まず。そっちの景色はどう？そっちのさ景色からはさ、あ本当？あ本当に、うん、なんかね前ねおばさんが歩いてる。こんにちは。あこんにちは。後ろも綺麗なのか。あ、本当に？いいね、うん、あ、二人ともあれかな？見てる景色違う。やめろそれ。おい、すごー。これ初めてじゃない？乗ったの。初めてだけど寒いね。うん、クソ寒いよ。どう？これ楽しい？楽しいのだ。わーい。もっとスピード出してほしいのだ。任せて。え、マッハだけど大丈夫そう？普通に飛び越えるけど。後ろのしぶきやば。うわ、めっちゃ混んでるな。これいける？はい、じゃじゃーん。どこに人？めっちゃ混んでますけど、うん、ここ前売り券持ってました。並ばなくていいのか？はい、そうだよ。やったん。うん、はい、これがね、前売り券だから。すごいね。ほんとじゃん。そう、早く早くなるな。よし、僕いつになったらアイス食い終わるのだ。まだ食ってんのか、アイス。もう食い終われ。うわ、お、来た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 。ここからですよ。ここがさ、一番怖くね、マジで。ジェットコースターって全然怖くないのだ。嘘でしょ、うん、この登ってる瞬間が一番怖いんだから。これさ、V の筋肉でさ、より落ちない。一人称の方がいいよ、多分。おー、僕ね。おー、わー、あー、わー、あ、お、うわあ、うわあ、助けてー。終わっちゃったの。早いね。でもさ、ジェットコースター余裕だったでしょ。うん、こんなもんよ。ここそんなにあれなんだ。うん、ジェットコースターなんてさ、こんなもん一発で通るよ。どれがいい？その真ん中の水色の猫の。オッケー。ういー、まあ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 。え、隠れ好きなのだ。まあ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 。え、こんなもんよ。あー、隠れ好きなのだ。取れないふり、取れないふり、しんどかったマジで。よし、乗るべ。うん、乗るべ。これタイミングずれると一緒に乗れないからね、また。あ乗り方変だけどね。絶対に
絶対に変だよ。俺乗ったことねえけど、多分違うよこれ。だってもう景色も違えば変だよなんかこれ。おお。今のうち見とけよ景色。ロスサントスの海。うわ。見るとこ海しかねえのだ。どうロスサントスの海は。うん。あまあまあ。どんな感じ？調子良さそう？なんか天気が悪いせいでそんな。そんなあれなのだ。あ、僕のターン来たんだ。来た。やっと見える俺。やっと見えるけど俺なんか景色あんま良くない。いいなぁ。素敵な鉄骨なのだ。俺なんか綺麗な骨骨屋上しか見えねえ。なんか梅ちゃんが会いたいらしくて、うん、会場レストランに来てほしいらしい。あー、オッケーオッケー。今行くか。でもなんか今向かうから、うん、着いたらまた連絡するって。あー、オッケー。了解。ゆきんこさ、感覚狂ってるの。そうだよ、そうだよ。ゆきんこがさ、来た日の感じ知りたいな。来た日の感じ。そう、来てから何してたか。一番最初は、うん、もう何もかもわからないから、うんうん、歩き回ってたんだ。うんうん。そしたらなんか車屋さんみたいなところがあって、はいはいはい。入ったらなんか犬がいたんだ。あー、なるほどね。しかもその最初の車屋さんが、うん、きっちゃんの車屋さんらしいのよ。あー、エデンか。体験とかさせてもらって。何をさ。魔法少女カフェと、うん、あとペールノエルと、はいはいはい、会場レストランも連れてってくれたんだ。うん。なんでさ、うん、魔法少女とかペールノエルにしなかったん。なんか可愛いのは全部可愛かったのだ。うんうんうん。可愛いのは僕、うん、最初から備え持ってるから確かに。可愛いとこで可愛い人が働いてても普通なのだ。確かに賢いな。そうなんだ。ギャップがねえもんな。そうなんだ。確かにそれはそうだな。大変だ。あとはなんか、うん、本来できないようなことをしたかったんだ。魔法少女カフェも、うん、ペールノエルも実際やろうと思えばできるのだ。ほうほうほう、なるほどね。ほんで結果選ばれたのはストリップってこと。あ、そう。ストリップもなかなかちょっとやろうってなるのやっぱ刺激的じゃない。まあ刺激的ではあるな、確かに、うん、夢でやろうかなとは思わないのだ僕。あ、思わない。うん、だから、だからこそか。はあ、なるほどね。なんかオールイン入ってからの記憶がない上書きされてて、ああ、なんか あんま覚えてないのだ、あの他のこと。オールインのことが覚えてないってこと。うんうん。オールイン入る前の僕何してたっけ。ああ、そういうことか。え、僕がさ、うん、お金欲しいの知らなかったのによく金を稼ぎたいかなんて声かけてきたんだ。それもびっくりなんだ。あ、ピーカツだからじゃない。まあ多分そうなんだけど。そうだね。なんか初手の声かけが、うんうん、お金だったのも、うんうん、なんか懐かしい。僕が、うん、怪しみながらもちょっと惹かれてたのは多分お金だったからなんだそういうことか。うん。梅ちゃんがね、うん、僕と同じ服着たいなんて。うんうん、いいじゃん。でさ、さっきの服はさ、うん、梅ちゃんに買ってもらったやつだからさ、うん、僕もお揃いは嬉しいけど、うん、違う服がいいなと思って、うんうんうん、これにするって言ったのだ。うん、いいじゃん。でね、この服をね、今から梅ちゃん買いに行きたいんだけど、それだけ一緒に行ってもいい？いいよ。ありがとう。行こうか。これ梅ちゃん持ってあげれば、あの、二人の、二人乗りだ。おめちゃん、なにこれかな。大正解やーっなんで、ちょっと待って、ね、これだけかな。ババアなにしとんじゃ、ババアお前。いいじゃないか。よ、まあババアだからいいけど、おい、ジジイだったら殺してたぞあ、こ、こ
許されるババアだからええけど助けてお願いしますがっつりしてたなお前今あだって彼女からすごい強引にやられるんだものそれはしょうがねえわじゃあまあ仲いいババア、うん、まあ、仲いいババアならいいかいやいいのかまあまあいいか梅はいいやつだしな梅はいいやつだけどあんなしなくていいあんな気持ち悪い音しなくあまあ仲良かったらなあ中の一つや二つぐらい しないだろなんだあのババア殺そうかな銃持ってるっけいや落ち着けいやそんなことしなくていい最後なんだあできたうわあらそう双子コーデだわ双子コーデあ梅かわいいいやもうほんとさありがとう、うん、ゆきんこあれだないいね全然似合ってないぞ梅あらかわいいねあっ誰のこと言ってんだあいつあいつあいつあたいはあっちこっちだよ似合うわほらパントマイムできるこれでパントマイムわー双子だやったそっくりなのだよかったねそっくりだね嬉しいねこれから何どっか行くのこれからお出かけなのだお出かけかい気をつけていくんだようん、うん、ありがとうおばあちゃん行ってきますはい、ありがとうまたねじゃあ ね, ね家頑張ってねとんのメガネ最後教えてもらえる来ました完璧でございます完璧なのだわすごいやったみよ見た見て見てすごい本当だあっち向いてみてあっち壁の方うん壁、うん、あ壁の方を向いたら完全にゆきんこだすごいでもこっち向くとなーうわーバケモンバケモンじゃねえか誰がバケモンや最悪だこれ最悪じゃないよ同じ美女でしょ最悪だよすごいのだクソババじゃんすごいクソババってユキちゃんに失礼でしょそんなこと言ったら言ってねえ言うわけないだろいお前だよババなんで自覚ないんだよ最後に渡したものがあるんだユキちゃんえ何俺待ってよか車でありがとうなんだ、うん、あキンちゃんお待たせ、うん、ちゃんと言えた言ってから来たんだ日本に帰ること知ってたんだあ知ってたんだやっぱり長老になると噂が広まるのかなすごいのもらったのだ何もらったのでもいっちゃんの数億倍の花束とバラのおおすごいのだ後で見せたいのだ見せてこれこれ何これおおすげえもらったのだめっちゃいいじゃんそう指輪本体もらったのだへぇこれ見るのはできるのかなめっちゃ、おぉめっちゃ綺麗でしょよかったねうん大切にしなきゃなっていうかさうんあれってさ、一緒に昨日知ったんだけどさ何をイルカのやつさうんあれ、片方なんだな、普通あげんのえキーホルダーうん知らなかった両方あげちゃったあそうか知らなかったんだねうんなんかあげれるもんあげた方がいいだろうと思ってうんペアっていうのは気づいてたのかそれとも可愛いのが色違いであるって思ってただけなのか可愛いの色違いであるから両方渡そうと思って好きそうなやつ全部渡そうと思ってうんうん渡したまあそうだと思ったんだだってさ知らねえもん可愛いやつの種類だと思ってんだろうなとは思ってたんだだってさそんなんさ知らねえもん知らないことどやるななのもうちょっと恥ずかしがれなのだってしたことねえし知らねえしあんのえそういうのあんの経験もしかして知らなくいなくても知ってるのなペアぐらいえいないのえいなかったのそういうのいないけど、だっせそれぐらい知ってるのだ同じじゃん漫画とかにもあるのいや、全然違うのだ俺と同じじゃん一緒にするななんだキッちゃんみたいな鈍感バカ野郎と一緒にするななんだおい、誰がドカベンバカ野郎だって
誰が誰がありえないぐらい鈍感だし、ありえないぐらいバカ野郎なの。いや繊細だろ俺は。繊細？気遣いができる繊細だろ。自分で言うなバカ。何分勝負とか？7時5分までに、うん、いっぱい取った方の勝ちなの。いいだろう、手は抜かないぞ。かかってこい。スタート！絶対勝つ。おお、すげえキノコ立派やなこれ。なんやこれ、よいほいしょ。なんなんこれマジで。めっちゃキノコ、綺麗なキノコ。あいつ布対決の時も迷子になってたから。あ、いるわ。よかった。あと1分だ。まあでも勝ちだろ俺の。俺はキノコ狩り名人だから。キノコ狩りの男、めちゃめちゃ奥行くやん。めっちゃヤンキーいるのだ。あ、え？乗りなさい。もう時間はとうに過ぎています。え、まだ5分になったばっかなの。6分です。え、5分なのだ僕。6分です。5分なのだ僕。5分、僕の時計5分なのだ。6分です。本当に5分なの。でね、この辺でね、洗えるんだよこの中かな、確か。やっぱ高いとこやっぱ好きなんだな。俺に似て、似てって親か思う。あれ、これどうやって俺、あーバカーもう。大型は全部いけたっけ結局。僕ね、多分ね、うん、いけてないのあるのだ。てかさ、カジノフェイスと変わったんだよね。え、この間やったやつとまた違うの。多分違うよ。変わってから一回行ったと思うけど。あ、そっか、変わった後か、あれ、あのカジノのガッツリ中入るやつ。あ、でもそっか、中にいなかったからあれだ。あ、銀行か、そこ屋上だった。そうそうそうだ、屋上守りきれたのすごいな、あれ。屋上、うん、守りきれてないんだ僕。いや、俺も速攻死んだぞ。6秒ぐらいで死んだぞ俺。それは雑魚すぎなのだ。ロケランが飛んできてな、6秒ぐらいで死んだぞ雪銀行。それは多分ロケランの人がうまかったんだ。うん、どこか分かんなかったよ。オイルリグ行ってないな、多分。オイルリグか。オイルリグいいよ。キノコどうするのだこれ。あ、キノコもう洗わなくていいから数だけ勝負しよう。いいよ。マルルン46 22 毒キノコ2。毒キノコって赤いの？うん、赤いの2。エリンギ2。4。俺の勝ち。赤か、計算間違えてるんだ。もうマルルンの時点で倍なのだ僕が。俺の負けか、これもしかして。負けなのだ。負けか。どうだったこの町来て。この町来て、うん、いろんなことできたんだ。そもそも僕なんかああやっていろんな見ず知らずの人と喋るのも苦手だったし。はいはいはい。僕の声が特殊だからちょっとあんまり知らない人と喋るの得意じゃなかった。特殊？でもこの町で、うん、うん、この町でなんか、うん、いろんな人と話したけど、おかげでそのなんかトラウマというかちょっと薄れたんだ。トラウマあったの？声に？うん。僕の声変じゃないか。変じゃないよ。一番変って言われるのか。声、うん、そいつは多分耳腐ってんだよ。一番いい声してるよ。きっちゃんは優しいのだ。だからなんかいろんな人と話すのが僕苦手だったのだ。こういうところにあんまり来なかったっていう。来てよかったのだ。そっか。いや、自信持っていいと思うぞ。うん、お前はいい声だ。俺が保証する。この町はいい人が多いのだ。うん、みんな優しいよね。うん、俺もこの町すごい人の優しさにすごく触れることができたのだ。ね、この町好きだよ俺も。あと大型超楽しいのだ。大型やっぱ楽しいでしょ。うん、よかった。
白市民。最初はなんかね、ちっちゃんに話聞いたりさ、実際尾形行くってなった時は、すごい緊張したし、絶対僕何の役にも立てないって思ってたの。でもヘロアン先輩とか、シオ先輩とか、ヘロアン先輩とか、なんかもう IGL するような人たちに褒められたのはすごく嬉しかったの。ああ、よかったな。うん。僕でも役に立てて嬉しかったのだ。役立ったよ。銀行がね、入って絶対よかった。みんなもそう思ってくれてるといいな。もちろんでしょ。思ってるよ、みんな。こんだけ楽しいってなったのは、やっぱり、ギャングだったからだと思う。そうだな。間違いない。楽しいって思えるまでに時間がかかるから、きっと。あんま起きてなかったかも。いや、ならよかったよ。マジで。なんか俺人なんかね、俺説明下手なんだけど、知ってるな。知ってる？なんでだろう。でなんかそれもなんかさ、この人がこう言ってたとか説明するのが苦手だし、めんどくさくて、省いちゃうというか、だからきっちゃんはなんか、他の人も多分説明とか省くとことかはあると思うのだ。でもきっちゃんって大事なとこを省いちゃうのだ。そんなことないだろ。いやいや、大事なところ省いちゃうから、結局普通の人が省くところだけ残ってて、意味が分かんないの。なるほどな。じゃあ、はしょっちゃいけないところはしょってるってこと？で、はしょんなくていいところははしょらないってこと？え？そう、大事なところをはしょって、いらないところ残ってるから、説明がゴミなのだ。言い過ぎだろ。ゴミは言い過ぎじゃない？一線超えてない？じゃあ説明教えてよ。え？ちゃんと上手くなるように教えてあげたけど、別に僕もそんなに上手くはないけど。確かにな、伝えたいことが何かってあるじゃないか。伝えたいことをちゃんと伝えれるように説明すればいいだけなんだけどな。コツを伝授してほしい、俺に。頼む。この通り。じゃあ最初はあれなのだ、はしょんなきゃいいのだ。もう全部説明したらいいのだ。でもさ、それやったらさ、その人の時間を奪ってしまうじゃん。でも、下手にはしょって何言ってか分かんないの方が、その説明してた時間が無駄なのだ。確かにそうだね。だから一旦全部話すのだ。はしょらないで勝手に。なるほどね。で、いらない部分を見つけていけばいいのだ。今の説明でいらない部分あったかなとか。聞いてみて。じゃあ犬とかで練習すればいいのだ。きっと犬なら教えてくれるのだ。確かに確かに、そうだね。そうだな、練習しといて、それ課題ってことで、ちゃんと上手くなって、で、ゆきんこが帰ってきた時にはもう別人になっとくわ。おー、楽しみなんだ。説明うまって別人ってなる。もしかしたら僕きっちゃんって気づけないかもしれない。いや、ワンちゃん気づかないと思うよ。説明うますぎて誰ですかってなると思う。でもそうなってくわ。そうなってるかもしれないな。そうだな、説明上手になっとこう。じゃあ、なんか僕別に説明下手なとこ嫌いじゃないけど、なんか他の人からしたらなんかね、説明減ったよなって思われるのはちょっとかわいそうだから、きっちゃんが。確かにな。他は、直すべきとことか。あ、きっちゃんが？ないかな。ないんかい。だって服も着たしな。服着てないみたいな言い方やめて。服は着てたよ。あ、ひげ最近ちゃんと剃ってるの。そう、ひげは言われてから剃るようにしてるよ。じゃあもう完璧なのだ。やった、ゆきんこはね。僕直すとこそんなある？試すところ。ゆきんこね。え、直すとこね。なんなんだ、家なのだ。病気ぐらいかな。病気それは確かに直さないとなのだ。それかな。それだけ？
うん。全然ないじゃないか。ないの。いや、僕完璧なんだ。まだ完璧じゃなくね。え？まだ完璧じゃない。病気だからね。そう。じゃあ帰ってきたら完璧なの。うん。帰ってきたらきっちゃんもあれだね、説明うまくなってるし。なってるよ。あ、もう完璧じゃん。もう無敵じゃない？最強。あ、でもきっちゃん弱いから。強くなってくわ。うん、そこもなんだ。そうだな、確かに。まずはパッドを捨てるところからな。それ？いや、パッド使えないけどね、これ。これってもう夜かな。これはもう夜じゃない？やるか。やろうなんだ。やろうぜ。よし。何これ？危ない、危なそう。え？逃げて。危ない？ちょ、あんま近くでない方がいいかも。何？え？近くて見えねえ。見えないのだ。まだ余ってた。あ、でもなんか降ってきてるみたい。ああ、いいじゃん。綺麗。うん。クソ静かで草。めっちゃ静かやね。え、何これ。これって住民にも。そんな感じ。ちょっと待って、予想と違うんだけど。ねえ。え、もうちょっとなんかいい感じ。なんか何これ。これハリーポッターやん、これ。いや、そっちから出てない。いや、これさ。おい、なんか想像と違え、なんか線香花火じゃないのこれ。何しょこれ。ウィンガーディアムレビオーサじゃん、これ。ウィンガーディアムレビオーサ。何してんのこれ。おい、クソダサいじゃんこれ。雰囲気まっ、ヘッタクレもないよこれ。あっちの方が花火より綺麗じゃね。うん、なんかミラーボールみたいな。めっちゃ綺麗じゃん。すごい、ダンスだ。おい、霧やば、霧やば。霧がすごくて見えないな。霧すごすぎ。変なダンスやめてね。おい、変なダンスやめろ。小さいおじさんダンス。なんか小さいおじさんが踊ってそのダンスやめて。おお、いいじゃん。楽しそう。これいいね。うん。アホみたいな、お前。こんな明るく霧が濃いとこで、お前何しょこれ。取り憑かれてる人だよ、俺ら。遠目で見たら。何してんのこれ。いや、それやめて。絶妙に腹立つ、それなんか。煽られてるみたい、腹立つ。やめて。お客様いらっしゃいませ。椅子座れないのだ。あ、これなら座る。お客様。はい。席にお座りください。座ったのだ。はい。お客様、何をご所望ですか？甘くて美味しいの、お願いします。甘くて美味しいの。うん。おお。あ、じゃあ、飛び切りのありますよ。おお、くださいなのだ。どうぞ。ん？なん？プロミセ。これは何なんだ？特別にこちらで作らさせていただきました。これは飲んでいいんですか？どうぞ、あなたのためのやつです。これどうしたの？え？拾ってきたの？作ってもらった。え？誰に？トバさん。めっちゃ秘密でね。うまいか？まだ飲んでないの。味わえよ。絶対にうまいぞ。どうだ？うまいのだ。うまいか？うまいのだ。うまいけどなんかしょっぱいの。おかしいな。うん。甘いはずなんだけどな。いいお酒なのだ、これ。ごちそうさま、マスター。また来てください。いや、ダメだ、楽しくしなきゃ。びっくりした？びっくりしたのだ。だってさ、びっくりさせようと思ったからね。作れなかったって言ってたのだ。もう、でも俺の力を持ってすればさ、
作らされることができるからさ、俺って。なんで？俺スーパーヒーロー、スーパーダークヒーローだから。俺まだ飲んでないからちょうだいそれ。うん、しょっぺいわけがねえだろうがよ。で、なんか青いバラがあって、うん、なんかかぶんないようにピンクも。あ、青いバラってなんか意味あんのか。あとな、青いバラはな、うん、ここに書いてあるぞ。書いてある。ここのバラにちゃんと書いてあるぞ。バラに書いてある。うん。誰かに聞いてるのかよ。いや違う、ちょっと待って、書いてあるんじゃん、ちゃんと。一本のバラは世界に一人というニュアンスで、あなたしかいない。どこに書いた？え？私にはあなたしかいませんという花言葉がつきますって書いてあるじゃん、ここに。書いてないの？書いてあるよ、ちゃんと見な。よくわかんないけど、そらしは俺わかんないけどさ。ふーん、な、なんだこれ、しょっぺーぞ。言葉間違えたんじゃねえか、分量。文句言わねえとな。もしもし、安城。うん、今から一応共有しとくねんけど、うんうん、今携帯11になったから今からカジノヘイストは行く。あー、オッケー、了解。一応ね、うん、分かった、ありがとう。なんか一応今からカジノヘイスト行くらしいけど、もう時間あれだよね。一応共有しとくって言われた。カジノヘイストか。うん、逆に犬、犬遅れそうにないんじゃ。カジノヘイスト結構時間かかるもんね。ああ、そう、そういうことか。ああ、確かにかかるな。9時には、ん、9時に立つ準備、立つ感じ、うん、だったら、でも、うん、犬が送ってくれるって言ってたから、犬がいないとカジノヘイスト困ると思うから、送ってもらう予定だったけど、逆にそっちの方が気にしないでカジノヘイスト行ってほしいな。今から、よーよ、天候、おはよう。おはよう。あ、おはようございます。カジノヘイストやで、今から。カジノヘイスト頑張れなのだ。先に言った方がいい。うん、どっちがいい？サッカー、ごめん、ちょっと俺カジノヘイスト参加しないわ今回。オッケー、オッケー、やばいやばい、参加しないんだ。うん、ちょっとね、あと用事があって。オッケー、寂しいな。CPU、 あ、一つだけ言わせてくれ。うん、CPU、 あのな、うん、解決しなくても、うん、なんかね、言葉にして口に出して誰かに言うだけで楽になったりするからな。俺にはどうも CPU が元気ないように見える。何かあったら何でも言ってくれ。うん、俺にも何でも言って。急にどうしたの？いや、元気がないように見えるんだよ、俺は CPU が。ここが、うん、分かった、頑張ったらいいよね。うん、今大丈夫よ。大丈夫？うん、無理するなよ、コンピューターだからって。うん、デートは良かったのか。うん、何した？ CPU、 それ聞くの？ CPU、 美味しいご飯食べた？美味しいご飯は、ちょっと待ってね、思い出す今。ボート行って、遊園地行って、キノコ買って、温泉行った。温泉行って、温泉、で温泉、海行ったかな。温泉もある。温泉行ったという意味だな。全部行ってるよ。うん、全部行った。ありとあらゆるもの。え、付き合ってんの？え？え？え？でも今更デート、デートだったらもうそういう。あ、そっか、千代だけほんまに何も知らん。え、デート、そういうもんじゃないやろ、別に。お前、いや、だからちゃうねん、そう、ほら、やっぱり。いや、俺も正直実は分からないけど、実は正直俺も知らん、知らんけど、まあそういうことなんだろうなと思って目をつむってはいたけど。違う違う、開けていい？付き合ってんのかって。まあまあまあ付き合ってんのかって。え、じゃあ、まあ俺はもう隠さないから。付き合っていますか？
え、それは知らんけど。知らんけど。知らん。でもお互い好き。あーあは。あは。なるほどね。うん。よあ両思いではある。うん。ええやん。ほお。ええやん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 。隠すのめんどくせえからさ。もう。ほら。はっきりする。おはようゆきちゃん。おはようございますなのだ。おはよう。これもうみんな揃ってる？あのみんなにちょっと伝えたいことがありますなのだ。うん、はいはい。ちょっと野暮用が入りまして僕。うん。うん。今日の夜日本に立ちますなのだ。え、ロスアドスからってこと？うん。それはどんぐらいで帰ってくるとかある？ちょっと未定でボスにも休暇をもらってますのだ。ああ、じゃあ今日で最後なんや。いや、最後じゃないよ。また帰ってくる。帰ってくる。しばらく。まあ、一旦今日で立つってことね。うん。うんうんうん。一旦。まあほな帰ってきた時またお渡すればいいやね。うん。いつでも待ってるぜ。うん。ほな銀行いる時勝つんだからお渡す。そうだよね。銀行いねえとな。そうなんだよ。いなくなるからな。銀行なんかったら。銀行がいい。強くなっとかないと。なあ。銀行勝つんねえぞ。あれだよ。勇気がいるとねカジノヘイスト絶対勝てるから。そうだね。勝利の女神。そのイメージはあるわ。カジノヘイストで。始まって、うん、最後もねカジノヘイストだったんだよき。うん、そうなんだ。だから次もカジノヘイストからだな。だね。いつまでも待ってるから大丈夫だよ。ありがとうございますなんだ。うん。しばらく会えないのか。まあでも未定でも帰ってきてくれるなら。そうだな。それらをこれまで俺ら待ってるだけだから。うん。な、うん、んなお前たちが。待てない3億年でもわし待ってるんだ。3億年じゃなくて少なくない？ちょっと3億年だとユキンコもさすがにシワクサ。ユキンコシワクサだよ。消えてるかもしれない。新世界ではお。いってらっしゃいなのだ。そうだ。いってらっしゃいなのだ。いってらっしゃいなのだ。いつまでも4番隊だユキは。うん。ずっとおるいんだよ。ありがとうございます。ナノダは？ナノダ忘れちゃった？ナノダだけロスアンドス置いてくる？一旦置いてってもらえる？ナノダだけ寂しいから。達者で。伝えるのギリギリになっちゃってごめんなさいナノダ。いいよ。そうだよ。いいんだよ。行くか成功しよう。よしじゃあ成功しよう。頼むぞ。行ってくるよ。成功してこい。行って。成功させてきてくれ。頼んだぜ。え、ゆきもちゃん、いつ立つの？いつ、え、あれ？っていうか、犬は？行かないのか？これは行かない。なんで？ゆきとアンジョ行かないの？え？犬行かないのはダメなんだ。でも、いやまあ、白井さんとアンジョがいなくたって俺は勝てるしな、全然。そう、正直そうだね。別に白井さんいなくたって、いやいやっ私いるから、任せて、うん。一旦俺らでちょっと任せてもらっていい？うん、全然いけるわ。確かに。セイさんいてもいなくても変わんないから。二人がねいなくても勝ってちょっと悔しがる姿見たいからさ。ちゃんがいなくても確かに大丈夫。おい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 。ちょっとちょっとちょっとタンマ。セイさん実はそんなに上手くないから。いらないよ。ああどうかな。他人を下げて自分が上がろうとしてる。いっちゃいけない。できない。できない。意味ないから。俺とシライさん撃沈させてきたから大丈夫。シライさん、今日頑張るから安心して行ってきて。頑張って行ってきます。ゆきちゃん、行ってらっしゃい。いらっしゃい。行ってきます。うん、行ってらっしゃい。帰りって言うの待ってるよ。帰ってきたらな。うん。時間だな、時間。俺今家族だからな。ブラックジャック私いいからな。もう今日あれしようかな。ユキちゃんからもらったオールインカクテル飲んで臨むか。な飲んで行こうぜ行こうぜ行こうぜ。それいいのな。そうやな。ちょっと待っててなのだ。赤みたいな建築やん。ちょっと犬とあ行くのだ。え？カジノヘイスト行くのだ。行く？行くか。
行くか。じゃあ成功させよう。絶対に。ユキカジノヘイスト行きます。え、行ける？オッケー、安城は？行きます。あと白井さんも？じゃあ散歩しといて。押しました。白井、ちょっとヘリやります。あ、そしたらシーカもヘリ行くでいいですか？人数増えたんで。了解。